2つの軸を取り、4象限に物事を切り分けるフレームワークとは、そうです、マトリックスです。では、マトリックスを作るときに重要なポイントとは、正解は軸の設定です。縦軸、横軸をどう設定するかで、見える風景が全く違ってくるので、目的を意識した上での適切な軸の設定が必要です。以上。